シャックの一例。本来、あばら小屋を意味する、シャックが、展示て、アマチュア無線化が無線機を置いて通信する、いわゆる無線室も指すようになった。無線局の一例、小規模局の一例。非常に無線機が一台。場所は、なんと台所アンテナの一例ハム同士の交流。アマチュア無線とは、金銭上の利益のためではなく、無線技術に対する、 個人的な興味により行う自己訓練や技術的研究のための無線通信である。日本では電波法に基づき操作を行う者に発行される無線従事者免許証と無線局に発行される無線局免許状が必要である。無線通信で使用する周波数は人類共通の財産でありごく微弱なものを除き、 全世界の人々と分け合って利用するものとされている。したがって使用可能な周波数を電波利用者に割り当て、管理するのは各国の無線主管庁であり、また各国間の周波数割り当て調整も行う。アマチュア無線はその割り当てられた周波数を利用する各国でそれぞれ区分される各種無線業務におけるアマチュア業務のことであり、 学級無線業務の一つである。なお、通信において、アマチュアとは、私的学級の意味も含まれるものとされ、素人という意味にとどまらない。非営利、自由な私的学級無線アマチュア業務を行おうとする、ものは、各国主幹庁の実施する技術、技能認定試験に合格し、所定の無線従事者免許を受けた後、各国主幹庁に、アマチュア業務を行う。 無線局イコール、アマチュア局の開設を申請、許可を受けなければならない。電波利用、無線業務の区分は国によってまちまちであるが、アマチュア業務については、航空無線、船舶無線などと同じく、国際的にほぼ共通したものとされ、他国との通信を制限あるいは禁止している国を除き、基本的に各国のアマチュア局は、 全世界のアマチュア局との通信が認められている国際無線局である。国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則においてアマチュア業務とは金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可されたものが行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務と定義され、 日本の電波法施行規則においても、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う、自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に、告示する業務を行う、無線通信業務を言うと、定義されている。日本では単なる個人の趣味とされがちであるが、 アマチュア局を利用しての営利目的の有償無線通信が禁じられているだけであり、アマチュア業務によって個人が得た知見や技能を他の事業用無線局の運用や物品製造業務に有償で用いることは自由である。条約、法律上の規定、定義電波利用は営利、非営利の二つに大別され、アマチュア無線は後者である。ノン、コマーシャルラジオの代表として、 各国でアマチュア無線は法的に明確に分類定義されている。日本の場合、電波利用は日本国憲法を最上位主根拠として3、大別されているが、その内訳は日本国憲法を第23条学問の自由の下にあるアマチュア業務、同第21条表現の自由の下にある放送業務、通信の自由の下にあるアマチュア、 放送業務以外の業務用無線である。電波利用は公共の福祉増進のために行われるものであり、金銭利益を目的としないことが明文化されている。アマチュア無線、アマチュア無線局は世界的にあらゆる点で優遇される自由度の高い無線局である。本来、無線局は電波利用の原則の例外として各法令により規制され、 一つの周波数の割り当てを受けるだけでも、総務省に対して、膨大な書類手続きを必要とし、提供する地域、空中線の性能にまで細かく制限を受ける。送信機からアンテナまで自由に通信、制作し、電波発信地域などの制限もなく、かつ超波からミリ波まで様々な周波数を、帯域として広く自由に利用できるのは、 私的学級目的のアマチュア無線だけである。周波数帯域をたった一人でも自由に利用することが許されている。アマチュア業務は、それゆえに従事者の責任は重くアマチュア無線を始めようとする者は全て無線従事者の有資格者で、ある必要がある。限定された、周波数を利用する。 事業用無線局では従事する者全員に無線従事者免許は要求されないのに対し数多くの周波数のすべてについて無線設備、すなわちアンテナや送信機の設計、制作、これらを用いての通信が認められているアマチュア無線の場合無線従事者免許証を所有しない者が従事することはできない。この免許保持者がアマチュア無線技師で日本では 1> 第1級から第4級までの4つに区分されている。なお、日本では一部の事業用無線従事者免許でアマチュア業務を行えるが、これはアマチュア無線技師の操作の範囲に属する操作とされる日本国内のみでの特例であり、日本国外でこの免許でアマチュア局を開設、運用しようとすると国家によっては拒否されたり無免許とみなされることがある。 アマチュア無線技師は、アマチュア局の無線局免許状を受け、免許人となって、アマチュア業務を開始できる。事業用無線局は、そのほとんどが個人ではなく法人が開設するものであり、法人、または、経営責任者が無線局の免許人となり、業務を行うのに必要な無線従事者は、排他的に確保されることがある。国際法を呼び、 各国の法律でアマチュア無線は個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務と規定されている。国際電気通信連合検証に規定する無線通信規則における規定日本電波法施行規則の定義速音、用音の表記は原文ままアマチュア無線を行うには無線従事者免許とその業務を行う国などで アマチュア局の免許を受ける必要がある。電波管理は国家単位で行われるため、いずれも国によって制度に違いがある。無線従事者免許は、おおむねアマチュア業務を行うために必要なアマチュア無線技師などとして、他の無線従事者免許と独立しており、アマチュア業務を行うに必要な基本概念の理解と基本知識の取得を証明する試験に合格したものに、 与えられる日本など、他の無線従事者免許でこれを満たすならば、その無線従事者免許を持って、アマチュア業務を行うことができるとしている国もある。無線局免許は、無線従事者免許と完全に分離されている国もあれば、米国のように一体としている国もある。アマチュア局には、呼び出し符号が指定されるが、国際通信を行う、無線局であることから、 国籍が判別できるように最初の一内詞三文字は ITU により各国に分配された国際呼び出し不和座列による日本アマチュア無線に限らず無線の免許にはの二つがあり無線局免許を受けた無線設備を無線従事者免許の所有者が運用あるいは管理することが求められる事業用無線局の場合 無資格のものでも、無線設備の操作などが認められるが、アマチュア局の場合、所定の無線従事者免許及び工術の相互、運用協定に掲げる、国の免許を保有するもの以外は認められない。アマチュア無線技師の資格は、次の4種別がある。どの級からでも受験でき、年齢制限もない。この他に、第3級会場無線通信士以外の、 無線通信士及び陸上無線技術士はアマチュア無線技師と同等以上の技術、技能、法知識を持っているとみなされアマチュア業務を行える。個人局と社団局アマチュア局の無線局免許にはの二つがある。社団局は学校や職場、地域などのアマチュア無線クラブが開設する。博物館などの科学教育施設や 福祉施設などに設置されていることもある。呼び出し符号基本的に JHA のようにで構成される。記念局などの地域番号以降はこの限りではない。空中線電力電波法施行例に第1級アマチュア無線技師が操作できる。空中線電力の制限はないが国際競技の結果を受けての電波法関係審査基準に 日本の無線局の空中線電力は1キロワット以下までとされており、アマチュア局もこれに従う。1キロワットを超過する空中線電力のアマチュア局の解説は不可能ではないが、当該アマチュア局の業務に必要な最小限度の電力だと国際的にも認められるような正当で明確な理由の説明が必要になる。その場合、 アマチュア局の開設の可否そのものが国際的な判断を求められるため各総合通信局決済ではなく本省開封になる。つまり他の業務用代電力局、送信所などと全く同じく総務大臣直接免許となり個人所有の無線局ではおよそ不可能な相当の困難が伴う。実際、単派以外における大出力が 月面反射通信専用設備以外で許可された例はほとんどない。ゲストオペレーター制度アマチュア業務を行うことができる。資格者が一定の条件下で他人のアマチュア局の運用をすることができる制度である。米国開始格から順に次の種類に分かれている。所管は連邦通信委員会。2000年にノビス級、アドバンスト級は廃止されたが、 これらの試験及び新規の資格付与を行わないという意味であり、当該資格をすでに取得しているものには影響は及ばない。試験はエレメントと呼ばれる単位に分かれている。従前はテクニシャン級以外はモールス符号の試験が課されたが、2000年にエレメント1に簡素化統合され2007年に廃止された。試験は再開資格から受験しなければならない。 すなわち、に合格せねばならない。ただし、条件が揃えば1日ですべてを受験することも可能である。従前は、エレメント2とエレメント1に合格した場合には、上位資格に許可される、周波数帯域の一部が運用できた。試験は、ボランティアエグザミナーと呼ばれる、ボランティアエグザミナーコーディネーターにより認定を受けた3名。 以上のアマチュア無線資格者により実施される。資格区分を問わず、最大 1.5kW の空中線電力を扱えるが、資格によってコールサインを変えることができる。ただし、コールサインの変更は資格保持者の任意であるため、コールサインのみでの資格の判断が困難な場合がある。資格者の情報はデータベース化されていて、誰でも参照できる。 また、日本でいう無線従事者免許証と無線局免許証が一体となった、包括免許方式であるため、資格内での運用である限り無線機の登録などは必要なく、しかも取得の定義が FCC のユニバーサルライセンスシステムサーバーに入力された時点なので、無線機が手元にあれば、登録確認次第、すぐに運用を開始することができる。 日本でいう開局及び設備変更申請は不要。2015年2月17日をもって、希望しない限り書面の免許証は発行されないと改正された。必要な場合は FCC に発行を申請するか、前述のウルスより公式写本を各自プリンタで印刷する。かつての日本の免許制度の特徴として、電波法制定以来、入門級は、 モールス符号による実技試験がないノーコードライセンスだったことが挙げられる。戦前の国際電気通信条約に付属する無線通信規則では、すべてのアマチュア局のオペレーターに対し、モールス符号による通信技能を求めていたが、初めてノーコードを容認したのは、1947年のアトランティックシティ国際無線通信会議である。 周波数 1000MHz 以上のアマチュアバンドでは、各国の電波主管庁の判断により、モールス技能を免除できると改正され、1949年1月1日に発行した。しかし電波管理委員会は、1950年6月1日施行の電波法で、ノーコードライセンスである Q2Q アマチュア無線技師の操作範囲を RR に反して、 空中線電力100ワット以下、周波数5 0ヘルツ以上、8ヘルツ以下と定めた。これにより、929でも3 5ヘルツや7ヘルツの無線電話で全国と更新が楽しめたが、アマチュア無線化側にも賛否両論があった。なお、日本に追従し、オーストラリアも RR に反する、ノーコードライセンスを1954年6月より、 導入している。1958年11月5日、9 2 9を廃止して、ノーコードライセンスの電話級を新設した際に、郵政省は RR への配慮から、その空中宣電力を1 0トに減じた。そして、電波法改正法の不足、第2項により、9 2 9資格者は電話級の資格を受けたものとみなす、ことになったが、 1963年11月4日までの経過措置として、いわゆるみなし電話級が新しい2級を受験する際の科目免除や、引き続き空中線電力100ワット以下の操作が認められている。再び緩和が決議されたのは1959年のジュネーブ世界無線通信主管庁会議である。モールス技能を免除できる。 周波数を 1000MHz 以上から 144MHz 以上に改正し、1961年5月1日に発行した。しかし郵政省は、ノーコードライセンスである電話級の操作範囲を空中線電力 10W 以下、周波数 21MHz 以上、8MHz 以下と拡大させ、1961年4月10日より施行したため、 RR と電話級の操作範囲の乖離は小さくならなかった。これにより電話級でも2 1メガヘルツや2 8メガヘルツの無線電話で世界と更新できる道が開かれた。また1970年代に電話級を取得した学生に人気があった5 0メガヘルツバンドの運用さえも1 4 4メガヘルツ以上のアマチュア局のオペレーターに限り、 モールス技能を免除できるという RR の規定に反していた。この1 4 4ヘルツ以上の規定は20年間続き、1982年1月1日より3 0ヘルツ以上へ緩和された。アメリカでは RR に準拠した5 0ヘルツバンド以上で運用できるノーコードライセンスを1991年2月14日より導入した。 そして2003年のジュネーブ世界無線通信会議では、モールス不合による通信技能をアマチュアにかすか否かは、各国の電波主幹庁の判断に委ねられることになり、2005年1月1日に発行した。日本のノーコードライセンスは、半世紀を経て、ようやく RR に準拠した。最終的に、 第3級以上に課せられてきたモールス符号の実技試験は2011年10月1日に全廃された。廃止後はオーブンモールス符号の知識を放棄の科目内で取り扱うものとしている。また各国でも次々とノーコードライセンスが導入されている。アマチュア局は電波を発射する場所の中央政府の規制を受けるため原則として 当該国のアマチュア無線の許可を受ける必要があるが、一部の国々の間では、相手国のアマチュア資格を自国で受け入れる代わりに、自国のライセンスで、相手国でも運用ができるように、政府同士が相互運用協定を締結している場合がある。なお、総務省は、相互運用協定ではなく、相互承認と表記している。これは、この制度が、 対象国が発行したアマチュア局の免許により、日本国内においても、アマチュア局の運用が認められるというものではなく、単に、資格の認証にとどまるためである。日本から見た、相互運用国事に定める国と、相互運用協定を締結している。外国の資格による日本での運用は、アマチュア局の開局手続き、資格を、日本の資格による外国での運用は、 アマチュア無線技師外国での運用を参照のこと。なお、臨時に告示された場合は、相互運用協定を締結していない国の資格者でも運用できる。相互運用協定を締結していない国においても、工場的に日本の資格を認めて運用を許可したり、発展途上国の場合は、 許可に関する規定が整備されていないことも多く、交渉により特別に許可する場合がある。基本的に事前に申請し、許可を受ける必要がある。書類の審査のみで、試験は課されないことがほとんどである。例として、相互運用協定が締結されているわけではないので、逆にこれらの国々の人間が、日本で運用することはできず、行為によるものであるから、事後、 許可が出ることを保証されているわけではない。アマチュア無線で使われる通信方式には以下のようなものがある。モールス信号を打つための電源の一例、マニピュレーター。接点が2つある高速入力用。単独では使えず、マイクロコンピュータを内蔵したエレクトロニクスキーヤに繋いで使うことが絶対条件になる。アマチュア無線化によって楽しみ方は様々にある。 以下は代表的なもの。受信機を手に目標物を探すアードフの競技者、アードフ世界大会にて科学技術の発展に以外にもアマチュア無線の社会貢献はある。アマチュア無線の社会的貢献が取り上げられるものとして災害時や非常時の通信がある。携帯電話やインターネットが広く普及した今日でもアマチュア無線の災害時対応については 社会からの期待がある。特に携帯電話は電話機同士で直接通信しているわけではなく、電話交換局が介在し、使用者が一斉に発信をした場合にはやはり服装が起きうる。日本では以下のような事例がある。国際的にも2004年に発生したスマトラ島沖地震を契機に国際条約の整備を目指した国際会議が発足し、 各国関係主管庁への働きかけが進められている。先進的な法整備がなされている米国では、災害時など非常時の通信を主目的とするアマチュア無線による、非営利の公共業務を従来のアマチュア業務に加え、これを推進するための関連法を整備している。障害者、特に資格障害者にとっては、アマチュア無線は、社会参加の有力な手段の一つである。 そのため、社会福祉施設などに、クラブ局が設置され、アマチュア無線の更新を通じて、社会参加を図る場面が見受けられる。アマチュア無線従事者資格を持つ、特殊な環境下で観測などの業務を行っている、科学者や技術者が、業務時間外の余暇を利用して、アマチュア局を運用することがある。かつては過酷な環境下にいる運用者の、 精神衛星を保つ効果もあったが、衛星通信の発達によりイベント的な要素が強くなった。アマチュア無線化にとっては、機械の少ない場所との通信という希少価値がある。大きなイベント、特に国際的なイベントの際には、記念局が開設されることがあり、来訪するアマチュア無線化が運用する。アマチュア無線の更新は最もわかりやすい。 民間レベルの国際交流であるため、国際的なイベントには、記念局が、積極的に開設される。記念局の運用や、そことの更新も、アマチュア無線化にとって、記念になる。日本の事例は、アマチュア局、特殊なアマチュア局を参照。第24次長期滞在のフライトエンジニアである、NASA の宇宙飛行士、ダグラス・ホイーロック大佐は、 国際宇宙ステーションのズベズダサービスモジュールでナイ SS を運用した。無線機はケンウッド TMD700E を使用。スペースシャトル機内で運用するオーエン・ギャリオット技師1983年国際宇宙ステーションではアマチュア無線局リスが運用されている。母国の免許を持つ宇宙飛行士閣員が余暇時間を用いて運用を行う。 通常の通信の他に教育を目的として、あらかじめ特定の学校と日時を決めて、通信を行う、スクールコンタクトと呼ばれる運用も行われている。この際のコールサインは、ナイチ SS と RS-0ISS が用いられる。他にスペースシャトルやミールでも、同様の運用実績があり、それぞれサレックス、ミレックスと呼んだ。世界で、 初めて宇宙空間からの運用を行ったのは、オーエン・ギャリオットである。などが知られている。アマチュア業務を行う、無線従事者のことを一般に、アマチュア無線化という。ヤールが1959年に、社団法人化された際、アマチュア無線化が社会人、市民として守るべき以下の5つの特目を定めた。これが、アマチュアコードである。 アマチュア無線化のことをハムとも呼ぶが、この言葉の由来には、諸説あり、などが挙げられる。また、アマチュア無線そのものも、ハムと呼ぶことがあるがこれは、一般的に誤用とされ、正しくは戦術の通り、アマチュア無線化のことである。英語圏では、アマチュア無線のことは、アマチュアラジオ、または、ハムラジオと言い,い、ハムとだけ言うことはない。ハミと呼ぶことはある。 アマチュア業務では定められた無線用語のほか当業務に適した用語が用いられる。ただし、アマチュア業務において、暗号の使用は禁止されている。これは、アマチュア局の通信の相手方が、全世界不特定のアマチュア局であることに由来する。他の無線通信業務においても、通信の相手方が、同様のものについては、暗号の使用は禁止されている。 暗号の使用が許されるのは業務無線のみ。アマチュア無線は法律上発信者の身元保証や通信内容について厳格に規定されており通信内容の正確性が担保されている。なお無線局運用規則第259条により非常通信などを除いて第三者の依頼による通報はできない。 アマチュア局はその近隣に電波障害を与えることがある。テレビラジオパソコン、無線 LAN 医療機器あるいは他の救急無線、消防無線の無線装置などにアマチュア無線の電波が妨害、渾身を与え問題となることがある。そのため、日本国内の消防署、警察署、自衛隊、駐屯地など常に電波を発信しているような施設の周辺や、 採石場など救急無線、災害無線の運用に支障をきたすような場所での無線局の解説は電波法により禁止されている。アマチュア局は、次局の発射する電波が他の無線局の運用、または放送の受信に支障を与え、または与える恐れがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。アマチュア局は、 そのような状態を避けるため最新の注意を払わなければならないと法令に定められている。他の無線局と同様、電波、すなわち電磁波が健康に悪影響を及ぼしている、あるいは及ぼしている、可能性があるとされることがある。2013年現在、病理学的に電磁波の生態に与える影響は明確ではない。どのくらいのレベルの電磁波から規制するかは、 国によって差がある。日本では、アマチュア局を含む、無線局は、周波数と副射電力などに応じた、防護策を講じることが、電波法施行規則、第21条の3に定められている。国際非電力放射線防護委員会ガイドラインや、電波防護指針をもとに、次回強度だけでなく、電解強度まで考慮すると、例えば次回放出型のループアンテナなどは、 人体から2メートル以上の距離を確保しなければならないとされる。アマチュア無線が登場する作品。典型に過ぎないもの、SF、またはファンタジーなど現実離れした設定のものも含まれている。ありがとうございます。